さあ始まりました少量チャンネルね。寒いね。寒いね今日はね、外からお送りしてます。いつもね、部屋の中ばっかりでちょっとたまには外出たいなって思って、ちょっとね、また吉祥寺にある井の頭公園の、今回はね、西園の方に来てますで、広場この放送、21回目なの。気づけば、なんか何その数字なんで20 で、20回とかじゃないんだね。一番最初の1回目に撮ったのが井の頭公園でしょ。そうで、そう、21回目。まだまだ正月の何あれが抜けないんですけど、正月気分抜けない。そう風が冷たいな。正月気分はあんまり味わえてないから。ああ、そっかそっか。そう、もっと味わいたかったけど、なんかもう終わっちゃったって感じ。今日は、朝起きて、2人でご飯食べに行って、何のお店インドカレーのね。そう、何のお店ね。何食べて、で、何食べ放題で、なんか何も食べ放題。そう、寒い。で、それでなんか風強いね。で、なんかいつも YouTube 家で撮ってるんですけど、なんか背景とかがあまりにもちょっと寂しいなって思ってて、なので白壁でね。そう、だからちょっと買いに行ってて。そう、開けて。で、なんか布屋さんに行って、それを壁にうまく貼れればいいかなとか思ったりしてね、買っちゃいました。ちょっとね、この布だけだと寂しいからね、さらにちょっとデコレーションとかできたらいいよね。これからまたそういうのも見に行く。行こう。でも結構なんかスポーツしてる人とかも多かったりしてね、ちょうどね、学生とかもやっぱ部活のあれなのかな、走ってたりするよね。あとワンチャン連れが多いね。ああ、そうだね。で、まあ、その年明けてどうします？何作りますか？あ、動画動画ね。そう、いろいろ考え中なんだけど、なかなかちょっと時間とかも調節がちょっと難しくてあれなんですけど。そうだね。なんかまた料理コーナーとかもしたいよね。あ、そう、料理コーナーは作ろうかなと思ってて、近いうちに。近いうちとか、あとはなんだろうな、なんかチャレンジ動画とかもしたいね。あ、どういうの？なんか例えば激辛食べてみましたとか。あ、なんかさ、なんかちょっと大食いチャレンジしてみたりとかさ。俺多分激辛は多分いけるんだけど。本当？なんかそういうのじゃなくて、なんかわさび系の辛さがいい。ちょっとそれだとさ、来るじゃんめちゃめちゃ泣いてるところ。そういうの辛いのもいいんだけど、わさびとかちょっとツーンと来るやつをしたいかなね。まあいろいろとかもしたかったりとか。そうだね。今日は久しぶりにまったりモードの動画じゃない？まったり、そうだね。なんか日が暮れるのも早くなってきたからね。だいぶ今、何時ぐらい？4時ぐらいかな。まだそうだね、4時半ぐらいだけど。4時半だけど、もうなんかだんだんね、夕焼け寂しい。さっきすごく綺麗だったね、井の頭公園の。あ、そう、綺麗だった。池のところで太陽がね、ちょうど、そうまだ沈んではないけど、すごい綺麗だったよね。そうね、そんな感じ。そんな感じ。まあでも、ちょこちょこ動画どんどん上げていきたいと思うので、頑張って今年も作っていきましょう。ゆっくり。ね。お正月の悲しいエピソード話しとく。あれ、話してなかったんだっけ？まだ話してない。あ、そうなんだ。どうぞ。
元旦早々元旦早々、うん、お財布なくしましたイエーイもう免許証も保険証もキャッシュカードも全部入ってた財布なくしちゃったんです。まだ見つかってないんだよね。そう、警察にも届けて、うんね、職場の、まあ、商業施設の中に職場が入ってるので、うん、そこのインフォメーションとかも聞いたんですけどね、見つからず、まあ、置きっぱなしにしてた俺が悪いんだけど。なんでね、正月早々免許証の再発行行ったり、うん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 、キャッシュカードの再発行に行ったり、うん、結構でもね、うん、本当に正月4日の日金曜日、うん、あの多分その免許センターとかが年明け初日の日だったと思うんだけど、ものすっごい混んでて、しかも再発行の人めちゃくちゃいて、みんな正月財布なくしてんだなって思った。あ、そうなんだ。そういう時期なのかな。まあ、なんかだってね、50人待ちとかだったよ。ではその前にもめちゃくちゃいたから、多分何百人ってね再発行の人いたと思う、あの日。そうか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 、そうね。あと免許更新の人が、あー、そうだね、もう建物の外まで列をしてたから、やっぱ正月もね帰省したのも、うん、なんかきっかけっていうか、そこでね免許更新しないとっていう人もたくさんいたから。そうなんだね。まあでも、うん、正月早々財布はなくしたけど、まあ新規一点新しい財布も買って買って、お財布あれらしいよ、1000日の寿命なんだって。あ、それぐらいしかないんだ。だ3年間くらい使ったら新しいのに買い替えた方がいいんだって、うん、あ、そうなんだね。そっかそっか。もう前の財布本当に16年くらい使ってた財布だったから、なるほど。それこそこんな感じでゆるく、なんかまた、なんかそのもっともっと してほしいことあれば、うん、ぜひぜひぜひ書いてください。なるべく、ね、なんかこれやってほしい、あれやってほしい、なるべく全部やりたいと思うので、うん、全部やりましょう。できることは、ね、言われたら、できることはできることはそうかな、うん、まあこんな感じで、はい、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。そうね。最初一発目ライブ配信だったからね。そう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 。動画でっていうのはこれが初めてだもんね。うん。うん。こんな感じでいいかなと。そう。ゆるい感じでね。ゆるい感じでやっていこう。はい。で、はい。って感じです。はい、なので、よければ、はい、チャンネル登録と、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた。